それではただいまより2015年度一般社団法人伊丹青年会議所主催兵庫県議会議員選挙伊丹選挙区公開討論会を開会いたします。本日司会を務めさせていただきますのは一般社団法人伊丹青年会議所専務理事の中西博之です。どうぞよろしくお願いいたします。次第に開会の辞、主催者を代表いたしまして一般社団法人伊丹青年会議所理事長杉はじめよりご挨拶申し上げます。皆様本日はお忙しいところ、まだ平日の夜というお出ましにくい中、当会が開催いたします一般社団法人青年会議所が開会いたします兵庫県議会議員選挙伊丹市選挙区公開討論会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私はただいま司会よりご紹介いただきました2015年度第52代理事長を仰せつかっております杉はじめでございます。我々青年会議所は運動を発信するというものをポイントにおいて活動をしております。運動発信とは何か、それは県民の皆様、市民の皆様に意識変革を行っていただくと、そういうことを旨として活動を行っていくということです。ただ行事をする、ただイベントをするではなくて、その先に市民の皆様にこの場で何かの気づきを得ていただく、明日からの行動に続けていただく、それを思いを持って会をやっております。本日は皆様に政策を基準としてどの候補者に入れたらいいのか、そういったことを意識を持っていただこうという趣旨でこの会を開催しております。2005年より平成年会議所は公開討論会を続けてまいりました。地盤、看板、カバンではなく政策本位で候補者を選択する、そこにこそ日本の未来があると我々は信じております。だからこそ本日の会を開催いたしました。公平中立な中での公開討論会を開催し、そして県民の皆様に政策本位で政治選択を行っていただく、そこにこそ意義があると我々は信じております。本日お越しいただきました皆様にこの会を通じて何かしらの、得るものを持っていただき、そして来たるべき4月12日の選挙におきましては候補者を選んでいただく一助となればと思っております。本日は2時間余りの会となりますけれども、どうぞ、皆様、見ていただければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。それでは立候補予定者とコーディネーターの方々が入場いたします。皆様拍手を持ってお迎えくださいませ。させていただいておるわけでございますが、この伊丹地域だけではなくですね、全国各地で開催されております。政策本位による政治選択というものを実現するために公平中立な立場からその運動を全国つつ裏々に発信しておるわけでございます。またここで一つお知らせといいますか、ご紹介させていただきたいんですけれども、イーミナセンというネット上で配信を行っております。
選挙に際しましていつでもどこでも政策を知ることができるというためのサイトを設立をいたしました。本サイトではですね、個人の政策動画や公開討論会の動画を主にご覧いただくことができます。公益社団法人日本青年会議所のホームページまたは YouTube などでご覧になることができますので紹介とさせていただきます。それではここですね、本日の流れを簡単にご説明をさせていただきます。はじめに立候補者演説を各候補者5分間の1時間でお話しいただきます。次に2つの題目に対しそれぞれ5分間でお話しいただき、その後に一問一答の討論を質問、答弁、それぞれ1分間1往復で交わしていただきます。最後に本日のまとめとして各候補者5分間でまたお話をしていただきます。さて本日の公開討論会、中立のルールにのっとって進行させていただくことが大前提でございます。立候補予定者の席次につきましては先ほど事前に厳正なる口引きを行いまして決定しております。またタイムキーパーによりまして答弁時間も管理しております。時間になりましたらチャイムが鳴りますので終了とさせていただきます。一度鳴らしていますか。はい、こちらになりましたら終了というふうにさせていただきたいと思います。立候補予定者の皆さんもちろんのことを会場にお集まりの皆様にも、ルールに関しては厳守でお願いしたいというふうに存じ上げます。それではルールの詳細は補佐の立つからよりさせていただきます。補佐の立川です。ご来場の皆様には、次の事項をお守りいただきたいと思います。立候補予定者の発言を遮るような言動、声援、誹謗、中傷はおやめください。開会時、閉会時及び司会が促した時以外の拍手は、おやめください。特定の立候補予定者のイメージに関わる行為、プラカードの掲示や宣伝活動などや服装の着用はおやめください。次に討論会を円滑に運営するために次の事項にご協力願います。原則として開会後の入退室は閉会までご延長願います。客席から立候補予定者への直接の質問は一切ご遠慮願います。当会が許可した場合を除いてホール内での撮影、ビデオなどの撮影、録音は一切ご遠慮願います。携帯電話の電源はあらかじめお気になったマナーボードに設定よろしくお願いいたします。今お話しいたしました内容を、守っていただけない場合は、または公開討論会の運営に支障が生じると判断されるような場合につきましては、ご退場をお願いすることがございますのであらかじめご了承いただきたいと思います。はい、以上の事項を守りいただきますように、重ねてお願い申し上げます。それでは立候補予定者演説に参りたいと思います。立候補予定者の考える政治の最優先課題、そして現在の井戸県政の評価を、各自持ち時間5分で、お話しいただきたいと思います。まあ、冒頭ですので、自己紹介を含めてですね、5分間でお願いしたいと思います。それでは向かって左側から中田さんよりよろしくお願いいたします。皆様、改めましてこんばんは。伊丹市議会委員、そして本日で自動失職となります中田信也と申します。本日はこのような遅い時間皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そして伊丹JC青年会議所の皆さんもこのような公開討論会という場をお開きいただきまして、そして私ご紹介いただきまして心より感謝申し上げます。ありがとうございます。私自身自己紹介ということでございますので、実は4年間財政政策そして議会改革、これらを中心に市議会で活動をさせていただいておりました。財政政策におかれましては私そして周りの議員や市長市役所等の協力も得てだいぶ財政は痛み良くなっており、そして議会改革におかれましては4年間私たちは一本の条例を作る、これに終始し、その後半2年間を私は条例を作る委員長という役割を担わせていただき、無事3月、先日5日か6日前だと思います、
そちらで全会一致で可決した一つの条例を作らせていただいた、そのような議員活動を続けてまいりました。いざ財政が良くなって、この財政をより伊丹やそして地域の皆様のサービスに還元をしていこうと思った矢先、もっと私は伊丹市、そして兵庫県、そしてこの日本の国ということで、できる政策、行政サービスがあるのではないか、そのような気づきをずっと持ち続けておりました。医療もそうです、福祉サービスもそうです、財政関係も農業関係もいろんなサービス、もっとできることがあります。しかしこれ残念ながら伊丹市単体でできることには限界がある。もっと地域を超え、広域連携、つまり兵庫県の政策を生かして、この伊丹、そして阪神間の地域をよくできる政策があるのではないか、このようなことを考え続け、いざ自分が何ができるかという考えたときに、やはり市議会という立場以上に課題に気づいている自分自身が兵庫県政に打って出ようではないか、そのようなことを誓い、今回県政への挑戦を決意させていただいた次第でございます。実際今現在一番大切なものは何かと、井戸県政、私自身は前にどん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 進んでいるのではないかと思います。新聞でも今回の、兵庫県政、そして兵庫県議会議員選挙、争点は地方創生ではないか、そのようなメッセージが井戸知事から発信されておりました。私もそのように思っております。伊丹にとっての地方創生、これは何かと、おそらく私は兵庫県は東京から見れば地方です。しかし兵庫県の中でも私は神戸は地方ではなく都市部だと思います。むしろその周りにある伊丹市、ここが兵庫県における地方ではないかと、そのように考えているところです。で、この伊丹何ができるのか、私は伊丹にとっての地方創生は、もっとこの町が住みよい町、そして住んでいる方々が住んでよかった町だなと、そう思ってもらえるサービスをより提供し続けることが、私は伊丹にとっての地方創生につながるのではないかと、そのように考えております。では伊丹がもっと住んでよかった町、住みよい町と思える何の政策をやっていけばいいのか、一番重要なのは私、医療福祉サービスだと考えています。安全安心の町づくり、これはさまざまなサービス、何よりも優先するべきサービス、そのように考えているところです。伊丹の病院、そして周辺地域との病院、この連携を今後図っていかなければ、本当に伊丹市にとって必要な医療サービス、子どもを育てる、高齢者の方々の健康を守る、そういったサービスを維持すること、なかなか難しい現状にあるのではないか、そう思うところです。新聞でも報道されておりました。伊丹では分娩ができないけれども、市長等の努力によって、宝塚との連携によってですね、分娩は再開されます。これは宝塚と伊丹、そのように広域の連携を取っていかなければならない、私は何よりもの勝者だと、そのように思っているところです。こういった医療福祉サービス、これを第一に掲げるとともに、続けて教育子育てといった子育て世帯に優しい町づくり、そして高齢者の方々の健康の町づくり、これを融合させ、もっと伊丹に住んでいる方々一人一人が、伊丹というのは本当に住んでよかった、そう思ってもらえるような行政サービスを、今後もです、今だけではいけません、今後も維持し続けることこそが、私は今回一番大切になってくることだと考えている次第です。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すみません、拍手はなしで最後一括で申し上げます。よろしくお願いいたします。続きまして、山本様、5分でよろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。ただいまご紹介をいただきました山本千恵でございます。私は現職の県会議員でございますので、任期がまだ残っておりますが、この明日から始まります統一地方選挙で2期目の挑戦をすると、そういうような立場に立っている、この3人の中の1人ということになります。今お題をいただきました、自己紹介も含めて優先課題と、そして井戸県政への評価ということでございますが、まず先に井戸県政に対してこの4年間でどのようなものを見てきたか、そしてそれをどう見ているかということについてお話をしたいと思います。兵庫県は大変な財政難に陥っておりました。平成30年をめどに収支を均衡させる、
兵庫県の借金は国が最終的に肩代わりをするというか、国が最終的に面倒を見てくれる借金を含めて今約4兆円ございます。これは阪神・淡路大震災の時に大きな大きな借金をして、そして、こう再生を図ってきた、そのツケがたくさん残っています。それをどうにかして黒字化しようということで大変厳しい行財政改革を進めてきました。このリーダーシップを取ってきたのが井戸知事でございます。この4年間、財政を見るにあたっては今現時点での財政を見ても分かりませんので、相当昔のお金の方まで見てまいりましたけれども、随分良くなってきた。そのためには県の人、そして周りの方、県民も含めてその理解とそして努力があっての成果であるというふうに評価をしております。ただ一点気になりますのは、最近この地域もそうですけれども、自動喫煙の条例であったり、それから自転車の条例であったりということで大変条例がたくさん出てまいります。こういうことが簡単に条例がポン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 出てくるというようなことではなくて、もっと議論を重ねるような、そういうような議会と行政の関係というものが必要だということで、この最終の1年間というのはアプローチをしてきたところでございます。少しそれは懸念をしていたところでございます。私の方ですが、自己紹介も兼ねながら優先課題についてお話をしたいと思います。私はもう20年ぐらい前になりますけども、子どもを育てながら介護をするという経験を持っております。幼い子どもが0歳と1歳の子どもに認知症の姑の世話をするという経験をしております。その頃は介護保険ございませんでしたので、家にこもりながら誰とも話さずという生活を送っていたわけですが、もう一度社会に復帰しようと思った時に、自分の就職をする先がないということで、なんとか自力で食べるという道を選びました。いろんなところに行きましたが、その中で見てきたものは一つといいますか、3つ皆様にお伝えしたいことがあります。いろんなところに行って見てきたもの、そして目指すべき社会像というのは、この地域も含めていろんな方が暮らしています。性別も違う、国籍も違う、障害があるとかないとか、そういうことも違う、そういういろんな方が暮らす共生の街を作りたい。これは社会像としての大きな一つの課題でございます。そしてもう一つは、先ほども話にありましたが、井戸知事はこう言っています。地域創生と言っています。これからは地域の力が試される時代になってきます。いかに地域が力をつけて、その中で経済も含めて全てのこと、福祉も教育もそういうことを担う力をつけるかということが大変重要になってまいります。そしてこの兵庫県というところは、場所を考えてみても世界を見ていける場所だと思っています。この痛みから、あるいは兵庫から世界を目指す企業とかサービスとか、そういうものがもっと出てきていいと思っています。そして最後にもう一つあります。これは大変大きな課題だと思っています。それは人口減少ということでございます。私自身が子どもを育てながら介護をするという経験をしてまいりました。これからは人は減るけども高齢な方が増えてくる、そういう時代の中で働くことを諦めないとか、子どもを育てながら仕事をする、あるいは介護をしながら仕事をする、こういうことがきっちり守られる、そういうシステムを作っていかないと、この地域自体が疲弊を起こしてしまう、そういうふうに思っています。なかなか簡単なことではないと思っておりますが、こういうことは実際自分が体験してきたことをもとにしながら提案を続けていきたいと思っています。この3つ、私が最重要と考えている課題です。以上です。はい、ありがとうございました。はい、それでは続きまして同様に5分間で畠山様、よろしくお願いいたします。日本共産党の畠山和夫です。本日はこの討論会にお招きいただきまして、どうもありがとうございます。お礼を申し上げます。私は新人でございますので、現職の議員ではありません。今回初挑戦ということでございます。で、私はこの立候補のいきさつですけれどね、37年間中小零細業者の暮らしと営業に関わる相談にずっと乗ってきたんですけれど、その中では今この不況の中で売り上げが落ちて困っている人や税金が払えなくて悩んでいる、その方たくさんいらっしゃったんですね。それで
私はその人のご相談にも乗って、いろんなことも困ったことを寄り添って相談に乗って解決できることは解決はしてもありました。しかしこれだけではなかなか実際難しいなと、やっぱり政治を変えていかないですね、私たちの暮らしは守れない、そう思った次第であります。ですからこの度県会議員にこうして政治を変えていく、そういう決意であります。二つ目の問題なんですが、今の政治の最優先課題となっています。これは私ちょっと国政のことでお話しさせていただきますけれども、今の安倍政権危ない、この政治改造し、そうおっしゃる方たくさんいらっしゃいます。で昨年安倍政権が集団的自衛権行使容認の閣議決定をいたしました。これはですね、結局いろいろあっても日本が将来戦争する国になってしまう、そのような非常に危険な内容になっているんですね。私はそういう日本が戦争する国になることをストップさせていって、憲法9条を守って平和を守っていきます。それと安倍政権は消費税の 10% の増税、これを昨年4月8%上がったんですけど、2年先の4月にまた 10% に増税すると、こう表明をしてあります。しかしなかなか厳しいですね。 10% になれば暮らしや生涯立ち行かない人たくさん出てきます。私はこの 10% 断固反対をいたします。3つ目の課題で兵庫県のことなんですけれども、大枠に行ってですね、今の兵庫県政は日本共産党として私としても大企業優遇の県政になっていって、私たちの暮らしや福祉や教育は行政改革と称しまして、どんどん今切り捨てられていってるなというところです。私は今の兵庫県政を県民が豊かになるような県政にね、変えていくことが大事だなと思っております。一人一人の県民生活が豊かになって、所得が豊かになっていくこと、この兵庫県では中小企業振興条例というのがありません。商売の皆さんを支えて、それを活性化させていく、そして一人一人が活気づいていく、兵庫県の中には地域で頑張っている中小業者や商店や都市農業をねやっている方いらっしゃいます。でこういう方らをやっぱり支援していくことが大事かなと。伊都県政に関しましてはご承知のように尼崎のパナソニックも撤退してしまいましたけどね、94億円の補助金を出しましたけれども、うまくいってないですね。ですから大企業頼みのやり方でうまくいかない、そこに根付いている中小零細業者、県民一人一人のですね、その活力を上げていくようなやり方をしないとダメです。ただ誤解ないように言うとおりますと、私は大企業はどうでもええとそんなことは言うてるわけ、大企業も栄えてもらわないとダメなんです。中小零細業者も県民も変えていく、そのことが大事なんです。だから4番目の問題では、これはもうご存知だと思いますけど、政府活動費ですね、兵庫県が昨年非常に、有名になってしまいました。大変恥ずかしいことですね。でこれ日本共産党は以前から1円からの領収もきちっとそういうべきやってずっと言ってきたんですけれどもね、結局そうならなくて、あんな恥ずかしいことになってしまったということなんです。でこの度9月に条例一部改正されまして、政務活動の一割の減額と、税務切手の大量購入、これできなくなりましたんでね、それはそれでいいんですけれども、領収書のインターネット公開だとか、グリーン車規定を廃止する課題などまだあります。この透明性の問題ですね、出ないとやっぱり県民の皆さんなかなか納得されないと思います。私は透明な県政を作っていくこと大事だと思っております。以上であります。はい、ありがとうございました。お三方の考える政治の最優先課題と予見性の評価を各5分間で語っていただきました。それではここからは2つの題目についてお話しいただきたいと思います。まずは1つ目、防災減災対策についてでございます。瀬戸内日本海沿岸地での津波対策、河川の対策、防災減災に向けたインフラ整備といった点につきまして、現在の県行政の政策への評価ですね、ご自身の考える政策とお聞かせください。
また述べられた内容につきましてですね、国や市ではなくなぜ県で行わなければならないのかということも合わせてお話しいただきたいと思います。こちらも各自持ち時間5分でお願いしたいと思います。それでは山本さんからどうかで、これからのお座りなんて結構ですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、山本でございます。防災・減災対策についてということで、私の考えを皆様にお話をしたいと思います。今年は阪神・淡路大震災からこの年で20年目をちょうど迎えました。この痛みを振り返っても大変大きな被害を受けて阪急痛み駅が落ちてしまうとか、そういうことを思い起こす、お友達が亡くなったとか、その辛い避難生活を思い出される方もたくさんおられると思います。そして東日本大震災があって、またこの地域は南海トラフ巨大地震が近く起こると言われている地域です。このことに対して兵庫県政の中では伝える備える生かすということで、この大きな地震に対してまずは減災をしようという取り組み、そして防災をしようという取り組み、このことについてとても熱心に取り組みを進めております。早くその取り組みが完了すれば安心ができる、そういうふうに感じるんですけども、安かろう悪かろうではいけませんので、今の進め方というのはもちろん例えば海岸を壊れないようなそういう護岸を整備するとか、いろんなハード面の整備については一定程度品質の保てるスピードで進められているのではないかというふうに見ています。問題は、私はこの2月の議会でも質問をしてきたんですけども、災害が起こるまでの対策というのは非常に熱心に、そしてそれは一番重要なことですので力を入れて進めるわけですけども、いざ発災した後の対応ということについて注目があまりされていないのではないかということに大変な危機感を覚えています。阪神・淡路大震災、それから中越沖、特に東日本大震災、この3つの震災をこう振り返ってみても、実は一度は助かった命を避難所やあるいはその後に命を落としてしまう、いわゆる震災関連死が 15% 前後あります。阪神・淡路大震災では大体1000人弱の方が命を落とされています。こういうことを考えますと、特に要支援者と言われる方にこういうことが起こりやすいということは、逃げることを大切にするということに加えて、逃げた後にどう命を落とさないかということもしっかりと考えておく必要があるということだと思っています。この点について例えば大きな問題としては、大きな地震が起こりますと行政の方も含めて支援に入る人たち自身が被災をしている状況になっていますので、遠くの方が助けに来てくれる、あるいは海外から助けに来てくれる、こういう事態が起こってきます。その時にどのように受け入れるか、そしていかにそこで支援をしてもらうか、このようなことを考えていく必要がある。具体的に提案をしてまいりましたのは、受援体制を整える、その時に例えば伊丹市と、そして尼崎市、川西市、西宮市で避難所の受付部は全部形が違います。そしてこの人はどういう支援が必要かという、そのヒアリングのシートも実は形式が違います。こういうことでは、遠くから来た方が、ボランティアの方が支援に入るときに必要な情報を一括して集約することができない、受付あるいは必要な情報の共通のフォーマットを設けるべきだということを提案してきました。私が今この防災減災という対策に関して一番大きな課題と思っていることをもう一度整理して最後に申し上げるとすると、一度は助かった命を落とさないための対策をしっかり練る必要があるということ、そしてそれは特に支援が必要な社会的弱者、災害弱者と言われる方々に起こりやすいことだから、それを広域で、そして力を合わせて構築をしていく必要があるというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして畠山様、はい、同じ5分でお願いします。
畠山です。防災減災に関しまして、伊丹市ではですね、県の津波浸水想定では浸水区域ではありませんけれども、津波が遭上する河川の堤防破壊などに備えが必要だと思います。集中豪雨などによる洪水対策にとっても向こう側、伊那川の堤防補強は住民の命を守るためにぜひ進めていくべきです。から2つ意見を述べさせていただきます。一つは東日本阪神災の教訓でもありますインフラに頼りすぎない防災が減災にもつながるので、自主防災組織や障害者、学校現場での避難対応なども進める必要があると考えています。今伊丹の学校現場では1年間に2回の大規模な防災訓練が行われています。実際の地震水害におきましてはいろんなことが起こってきます。学校ごとで具体的にはことが起こる状態を今よりもリアルに把握しておくことが大事です。危険な状態を日頃からよく把握していることです。家庭でも日頃からよく話し合っておくこと、学校が父母と連絡を取り合い情報を交換しておくことが大事だと思います。まず災害時には障害者など弱い立場の人をいかにして避難または救助するのか、具体化を日頃から練っておくことが大事です。その人たちのその後の避難所の増設も必要です。そして災害とは市長を超えて起こるので、当然県が防災減災をリードすることが大事です。災害時に避難するにしても市長の枠を超えて避難をしていきます。日頃から市長で連絡し計画を立てておくべきです。それも当然県がリードしていくべきことと思います。で、大きな2つ目の問題なんですけれども、県は行政改革で今の県の職員大幅に削減をしていっています。県は2009年度地方機関の大幅な再編等を行いました。これに関わる防災減災のことですが、県は行革で5年前に土木事務所の地域事務所を廃止してですね、22にあった事務所を13事業所に統廃合してしまって、職員を983名から825名に150人ぐらい土木関係の減らしてしまったんですね。その結果、県民にとっては事務所が遠くなって、県職員からすれば県民に対する丁寧なサービス、業務が困難になっています。2009年8月9日夜に、兵庫県の西北部豪雨がありました。台風9号の影響で、佐用町で1時間の雨量が89ミリ、24時間で326ミリの観測史上最大の記録しました。その結果、佐用川などが氾濫して、家屋倒壊や道路冠水が相次いで起こりました。そして佐用町では18人が死亡、2人が行方不明になり、大変大きな被害が出ました。それまで佐用町には県の佐用土木事務所がありましたが、これが行政改革で統廃合されて、その年の4月に事務所が再編されてしまい、隣の高都の土木事務所にこれが統合されてしまいました。そのため河川の増水状況の監視等に手遅れが生じて大きな被害につながった、これが指摘されております。この被害は土木事務所の統廃合だけの問題ではありませんが、このことを非常に大きな原因の一つだと思います。そして県の一般行政職員というのは、平成11年には9400名ぐらいいたんですが、それが平成26年には6300人ぐらい、大体3000人ぐらい減ってるんですね、一般行政職員で。で、今予想される南海トラフ 大震災がこう起きればですね、こんな9400人から3000人もの人が減ってて、職員が減ってて、実際対応が現実にできるのかどうかということを私非常に心配しております。東日本大震災見ても公務員不足が問題になってますね。やっぱりマンパワーなんですよ。で、私がこの県職員の人数で先に起こる災害に対応できるのかどうかね、これは今党派を超えて考えていかなければならない大きな問題だと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、中田様、よろしくお願いいたします。はい、ご所属自民党伊丹支部推薦の中田でございます。災害についての、見解、そして政策についてでございますが、今現在兵庫県では、
一応いろいろな予算をつけられて、基本的な災害対策、防災減災対策で練られております。例えば南海トラフ巨大地震等起こった時に一番ネックと考えられるのはやはり津波の存在です。で、津波については津波防災インフラ整備計画というのが5か年で組まれておりまして、一番例えば伊丹、この周辺であれば尼崎や西宮、こういったところの沿岸部がダイレクトに響いてくるかと思われますが、こちらについても防潮堤の整備等を進めることによってできる限り避難の進める速さ、そして津波の力というのを弱めるといった対策は練られているのは事実です。で、また家屋等の倒壊、こちらについても当然防災減災を進めるためには耐震化を進めなければいけません。で、この耐震化についてもある一定の公共施設、この面積が確かですね5000平米ぐらいだったと思います。それ以上については耐震化を進めるために一定の予算を組むといったことがすでに来年度、来年度ぐらいの予算に兵庫県が今年度ですね挙げられております。そういったところを踏まえまして、一旦、兵庫県でやろうとしている防災減災については一定ハード面では進んでいるところは私はあるのではないかと考えるところです。ただ一番先ほども司会者の方がおっしゃっていただきました南海トラフ巨大地震、これが起こった際に伊丹市だけのことを考えているのか、そして阪神間や兵庫県間のことをどれだけ考えられるのか、これが一番私はポイントになってくるのではないかなと思います。特にシミュレーション、これ結果としては尼崎そして西宮で約7000名前後だったかと思われますが津波による被害で死傷者数が発生してしまう。痛みについては約12名ということで津波の影響はほとんど受けない。ですので当然津波の影響というのはどれだけ抑えるのかということが今後大切になってくるかと思います。ただ一番我々伊丹市民が考えなければ、そして兵庫県下でやってもらわなければならないというのは、先ほどもちらりとありましたが津波が発生した時に当然この周辺地域では津波から逃れるようにどんどん避難民が北へと逃れてこられると思います。当然我々伊丹市民からすれば尼崎市の方々が伊丹市に避難をされてくる、これは容易に想定されることです。では尼崎市の方が伊丹市に、流入されて避難されて当然伊丹市は受け入れますが、その受け入れに関する協定と例えば物資はどうするか、避難所はどうするか、そして避難の負担金等どうするか、こういったことについては実は近隣市同士の協定というのはまだ結べていない、そんな状況にあります。特にこういったこと各市がそれぞれ自分自身でやるべきなのか、私はなかなか疑問点を呈したいと思っております。というのは伊丹市では伊丹市のことはできますが、やはり尼崎市のことまでなかなか提言をするというのはいささか越権行為と言われても致し方ないところは正直ございます。地域を超えたこと、これについてはまさしく広域連携、そして広域行政を担う兵庫県の役割、私はそのように考えます。だからこそ伊丹単体ではできない尼崎市や西宮市、そういった周辺と連携する行政、こちらについてはまず兵庫県に担っていただく、そして伊丹市単体でできることは伊丹市で担っていただく、この住み分けというのが何よりも大切ではないか。先ほど私が申し上げた市外からの避難の受け入れ体制を練る、これは兵庫県の役割です。しかしながら例えば災害時の要援護者の避難、もしくは、防災訓練等に関しては伊丹市独自で練ってできることだと思います。ということは私は伊丹市に任せていただいて、兵庫県が一定の財源を伊丹市に移譲していただく、そして伊丹市が独自でやる、当然尼崎市にも西宮市にも人口や面積の大分それ財源が落ちてくるはずですから、それぞれの自治体で独自に生かしてそういった防災減災対策に取り組んでいく、この広域行政と地域との住み分けというのを今後防災減災対策でも進めていかなくてはならない、それこそがまさに、安倍政権や井戸知事がおっしゃっている地方創生地域創生につながってくるのではないか、そのように考えているところです。はい、ありがとうございました。防災減災対策について、それぞれお三方のお考え、お話しいただきました。以上それぞれのですね、政策や評価について、のお話を聞いた上でですね、一問一答の討論をこれからしていただきたいというふうに思っております。改めてご説明をさせていただきます。質問時間は1分とさせていただきます。
その質問に対する答弁も1分、とさせていただきます。また一つの質問に対しては討論は1往復ということになりますので、一つの質問に対しての答弁、討論は3分間という形になります。また冒頭にどなたへの質問かを必ずおっしゃってから質問をしていただきますようにお願い申し上げます。それではご質問あります方の挙手よろしくお願いいたします。はい、それでは中田様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではまだまだ私32歳という若造でございますので、ぜひ勉強させていただきたいという意味で山本議員にお伺いさせていただきたいのですが、ぜひ全体のその各紙に共通したフォーマット、どのような情報が必要なのか、そしてどういった方がそういった情報があればよりこの地域兵庫県の防災減災対策につながるのかということについて、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、今ご質問を頂戴いたしました。特に、フォーマット共通化する必要があると思うのは、先ほど申し上げましたが要支援者関係についてです。先ほど伊丹市の中で、こういう要支援者の方の避難は担当できるのではないかというお話もございましたが、実際のところ要支援者はどの人が要支援者になるかというのはあらかじめ分かっている方とそうではない方がおられます。そして住んでいる方だけではなくて、旅行者の方や、そこをたまたま通っただけの方という可能性もございます。受付の時に例えば私は、言葉がしゃべれません、言葉が出ません、あるいはこういうお薬が必要です、子供がいます、こういうことを事前の一番最初の受付の時点で把握できること、要支援者がどこに何人どういう支援をどこに持っていく必要があるかということを把握するためのシートということです。はい、ありがとうございます。それに対まして中津様、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。確かにその旅行者等につきましては一定のそのフォーマットというものが私も必要ではないかなと考えるところです。で、どうなんでしょう、その行政の効率化というかですね、やっぱりその一番例えば要援護者がどこにいらっしゃるのか等については一番知っているのは近隣の方々、地域の方々でいらっしゃいますので、当然やはりその近隣の方、自治会やもしくは小学校区単位の要援護者支援等を、活性化させていくということこそが、大切になってくるのかな、そう思うと県からそれをこうやっていくということも確かに大切である一方で、市からそれをよりやっていこうという動きをしていくこともより効果的なのかなと思うところで、まさしくそういうところこそ県がやっていただくべきところなのかなと感じるところですが、あえてその市を飛び越えてこう県がやっていくというところにはどうでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません、ルール上ですね、質問は1往復のみとさせていただいておりますので、次の質問に移りたいと思います。はい、1往復ですのでよろしくお願いいたします。はい、続きまして、ご質問ある方どうでしょうか。畠山です。先ほど私最後のところで、ちょっと問題提起させていただいたんですけど、お二人の方にね、土木事務所の人数が150人ぐらい減ってるということと、一般行政職の方で3000人ぐらい、9400人から減ってますね。これはそれだけじゃなくて、アルバイトとか非正規の方もそれとは別にいらっしゃるんですけど、でもそんな3000人も雇用はしてない。今何だったら非正規なんですけれどね。そういう中で実際に南海トラブルが起こった時に対応できるかなと私は思ってるわけなんですけれども、その辺のところどうでしたのかなと。私はもうちょっと難しいに違うかなと。阪神淡路大震災の時はもっとたくさんいらっしゃいましたからね。それちょっとお二人にお聞きしたいなと思って、大事なことだと私は思ってるんですけど。はい、一問一答ということで、どなたにご質問を、はい、お願いします。はい、では中田さんは、はい、1分でお答え。はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、確かにプロフェッショナル
プロフェッショナルな方々をどんどん削減していくことによって、いざという時にこう対応できない体制というのが作られるのではない、いわゆる危機が乗り越えられない、確かにあると思うんです。でそれをどう対応するか、私確かに行政のプロ、そういった同関係のプロの方々の力に頼るというのもいい手かと思いますが、やはり少子高齢化が進む中で、今現在政策的には自助、共助、公助という形で、より一般の方々の力、そしてボランティアの方々の力というものも借りていく時代に入っているのではないかなと思うところです。ですから何もかもが行政のプロ、土木のプロということで補うといった方向ではなくて、やはり皆さんの力を一つ一つ集結させていくということこそが、これから の少子高齢化の時代に一番必要な政策であるのではないかなと考えるところでございます。はい、ありがとうございます。中田様の答弁に対応しました。竹山様、何がございますでしょうか。この件に関して、ね、はい、ありがとうございます。確かに、地域でそれを支えていくのが大事なんです。ですから障害者のところです、ですけれども、障害者の方をどう誘導していくか、それから車椅子なんかの方なんかもいらっしゃいますね。でこれ具体的にその時に誰がどう移動させていくのか、誘導していくのかという問題がありますので、これは市の職員が直接行ってなんてやってる時間がないわけですから、それは地域でね、日頃からやっぱりもっと連携して、自治会なんかはそういう面で私は大事だと思います。でただやっぱりマンパワーでその公務員のところがですね、それだけでは3000人も減ったらちょっとダメやなと、支えきれないなというのは私の実感なんです。それはやはりそのすぐ答えが出せることではないですけれどもね、非常に私たちとしては危機感を持つのはダメな違うかなと思っております。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に参りたいと思います。どなたかご質問ある方、はい、それでは山本様お願いいたします。それでは中田様の方に質問したいと思います。先ほどお話の中で近隣指導士の協定がまだ整っていないんだと、そしてその中身については、例えば支援物資をどう移動させるのかというような具体的なこともお話に出ておりましたが、現職でこの1期4年市会議員を務めておられて、そしてその実際の進捗を見ておられる中で、どうしてもうすでに市外から人が来るということはすでに分かっているわけです。例えば県の方で、県民局なんかの方ではこの広域で避難をさせるということを想定して話を進めていかなければならないということで、これはやはり話は進んでおりました。ただその市の中で具体的になかなか話が進んでいなかった、だから県がリードしてくれということなのだろうと思いますけども、特に、具体的な話を進めることができなかった大きな、壁とは何だとお感じになられているでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。中田様よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。壁はなかなかいろいろ難しいのですが、一つは私は地域の壁だと思っております。やはり自治体、行政はそれぞれの自治体でやられるので、単純に今先ほど私申し上げた例は伊丹と尼崎市の例ですから、伊丹市の行政、尼崎市の行政、やはり隣の行政同士というものが円滑に進められるとは必ずしも言い難い、これが一つあります。もう一つは私はやはりその県民局といった壁もあるのではないかなと、阪神北県民局、阪神南県民局、ちょうど分かれ目が伊丹と尼崎市でございます。そういったところにつきましても、やはり壁があるというところが一つ大きな、この話進んで、今話が進んでいるというのは実際あります。正直これ進もうとしております。ただ先ほど申し上げた課題について進んでいないというところで、私は問題提起させていただいておりますので、そこはあらかじめご了承いただければと思います。はい、ありがとうございます。中田さんの答弁に対しまして、ね、何かございますでしょうか。そうですね、私は先ほど受け入れ体制についての共通化という話をしましたが、例えば協定というところで申し上げますと、兵庫県の方ではすでに特定の例えば外国人の方の避難者ということにスポットを当てた協定というものを結んでおります。
そしてこれは全国から同じ支援者が来るという、同じ訓練を受けた支援者が来るというシステムができておりますが、これは多分伊丹市それから尼崎市この近隣の市においても、同じ訓練を行う、それは逃げる訓練とかそういうことではなくてマネージメントの訓練をするという意味ではないかと思っています。そういうことを進めていけば、例えば物資であるとかそういうことの壁を取り払っていくことができるので、こういうところに関しては、県や県民局というようなところで共通の訓練を実施するマネジメントを行うということが、価値があるのかなというふうに感じました。はい、ありがとうございました。まだまだ行きたいと思いますが、何かございますでしょうか。ございませんでしょうか。なければ次の題に参りたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは次の題目に移らさせていただきたいと思います。次の題目は教育についてでございます。県行政ではトライアルウィークの実施や標語版、道徳教育、服毒法などの導入が取り組みをされております。また義務教育、教員人事や高等学校の管轄も県行政が行っております。そこで兵庫県の学校教育の取り組みについての評価とご自身の考える政策をお聞かせ願いたいと思います。また先ほどの質問と同様ですね、述べられたことについて国でもしてもなくなぜ県で行わなければならないのかということに関しましても合わせてお話しいただきたいというふうに思います。先ほど同様にですね、各自持ち時間5分でお話をいただきたいというふうに思っております。それでは初めに木山様の方から、はい、よろしくお願いいたします。5時間5分でよろしくお願いいたします。はい、畠山です。私は小中学校の少人数学級のことについて発言をさせていただきます。学校では手厚いケアが必要な子どもが今増えてるんですね。で、学級崩壊や、教室での立ち歩き、トラブルの増加などで教育が非常に困難になっています。44人学級という40人という学級規模では学級経営が非常に困難になっている。これは中教審の初等中等教育部会での提言でも2010年言われているんですよ。また少人数学級になれば勉強を丁寧に見ることができます。子どもの発言や発表の機会も増えていきます。みんなで話し合いながら認識を深めていくなど学習のあり方も変わっていきますね。兵庫県では今35人学級が小学校の4年生までできています。それを当面中学校の3年生まで広げていくべきだと思います。またその次は30人学級を中学校の3年生まで広げていくべきと思います。で、世界にこう見受けたらですね、欧米では1学級30人以下っていうのはもう当たり前なんです。で、韓国では35人学級を編成を目標としていますし、まさに少人数学級は今世界の流れになっています。少人数学級は国民的なこう要求にもなっていますしね。一人の教員が教える子どもの数が減っていけばより丁寧に教えていくことができるようになります。国は35人学級のための予算の確保など責任がありますけど、兵庫県の役割としてはですね、広域自治体として兵庫県全体の教育の責任にしっかり果たすこと、これが大事と思います。今貧困問題が深刻化していますけれども、子どもの貧困率が2012年に 16% と過去最悪になってしまいました。 OECD 35カ国中9番目、 GDP の高い20カ国中で4番目に貧困が高い国になってしまっています。そのことが就学援助の増加、学校の未納親とか給食だけがまともな食事の子どもなど、病気になっても病院に行けない子どものことが問題になって今顕在化してきています。厚生労働省が経済状況を反映して子育て世帯の所得が減ったことが原因と言っています。
その中でですね、兵庫県は私立高校の私学助成の問題ですけれど、これを大きく削減してしまいました。2000年には生徒1人当たり7万円でしたので、今は2013年には3万7千円に削減してしまいました。兵庫県内の高校の授業料入学金は初年度で81万円になって、非常に高額なわけなんです。でこんな時に私学助成が減額されて、所得の低い方の方の負担は非常に大変になってきてますね。で子どもの貧困が言われている時に、私学助成は私はもっと増額していかなければならないと思います。で今年のある兵庫県内で公立高校の学生が16学区から5学区に変わってしまいました。今まで地元の高校に進学できていた子が、その願いが叶えられなくなってしまう。また遠くの高校へ行くことになり、交通費が今よりも多くかかってしまうことになり、家計に占める教育費の割合が毎年大変になってきている。子どもの貧困が言われているときに、教育費がより一層かかることになれば、学校に行けない子どもが出てきます。これは非常に大変なことだと思いますので、学区編成についてですね、その辺のところがもう考えていく必要があるかなと思います。それと今子どもの貧困が問題になっています。こんな時こそ、私は日本国憲法で謳われている教育の機会均等をきちっと守っていくべきと思います。どの子も伸び伸びした高校生活を送れるように、高校の公立高校の無償化、これが、をずっと、していくべきだと私はそう考えております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、中田様ですかね。はい、ご分担でよろしくお願いいたします。はい、無所属自民党伊丹支部推薦の中田でございます。教育についてでございますが、やはりいろいろな問題、多岐にわたりすぎていて、一言では言い表せない、そんな現状にあるかと思っております。実際国の政権、地方創生を掲げる自民党、自公政権におかれましても、教育につきましては、例えば情報 ICT 環境の充実と、もしくは幼児環境の充実、幼児教育環境の充実とも掲げられておりますが、一番であるのは土曜授業ですね。土曜日の授業というものをどうやって実現させていくのか、もしくはいじめ問題、これをどう的確に対応していくのかということについて、積極的に進めていく、予算をつけていく、そのようなことを地方創生、そのプランの中に謳っているところでございます。私自身も今いろいろな問題を拝見させていただく中で、こういった教育をするべきだというのは、なかなかいろんな考え方が、私自身は子どもたちにやはり道徳教育、そういったものを推進させながら、もっと自分自身、この国というものについて知っていただく、そういう教育をやはり推進していくべきだと考えておりますが、それ自体は私個人の考えであり、信条であるので、やはり政治不可侵の部分があるのであれば、やはりあれまで申し上げるべきではないと思っています。それでは外側の教育システムについて、どういうことをもっとこの痛み、そして阪神間、兵庫県間のマジに推進していくべきか、いろいろ考えますが、やはり一番は子どもの教育環境を充実させていくこと、これに尽きるかと思っております。具体的に何か、ハード整備、そういったものについては一定各自治体でやっていただいているのがいいと思います。ソフトの部分です。いわゆる授業の中身、もしくは生徒間の関係、これは大きな問題ではないかなと。特にいじめの問題、もしくはそれぞれいじめには至らなくても家庭環境で抱える子どもの心の悩み、これについて真剣に学校の先生方が対応していく、これは不可欠なことだと思っております。実際では学校の教員がそういった心のケア、悩み等に全て答えられるのかどうか、私は今の現状難しいのではないかと考えているところです。教員の方々、学校にいる児童生徒に向き合う時間だけではございません。当然保護者の方々に向き合わなければいけないですし、市教委や県教委から降りてくる諸雑務、そしてクラブ活動、いろんな業務対応に追われています。そういったことに対応する中で、一人一人の子どもの悩みを面と向かって解決する、これは非常に時間がかかることだと考えます。であれば学校の教員がそれを完全な形で対応できるのか、難しい。だからこそ私はそういったことを対応できる、例えばスクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーといった学校それぞれにプロフェッショナルの専門家、ソーシャルワーカーは特に外的環境が起因となって悩みを抱える子どもたち、こういった子どもたちの悩みを解決するプロの先生方です。実際、確か堺市ですか、堺市ではスクールソーシャルワーカーを増やしました。各学校にたくさんのスクールソーシャルワーカーを対応させた結果、いじめ問題、確かにこれ解決するかどうかアンケートで答える、発見する難しい指標ではございますが、一定いじめの問題軽減したというような話が出ております。ではここ伊丹市ではどうなっているのか、残念ながらスクールソーシャルワーカーは1名しかおりません。昨年の時点では25校中1名という現状では、なかなか学校すべてを子どもたちを見るというのは正直不可能です。だからこそスクールソーシャルワーカーの増員というものを伊丹市で求めていくべきだと私は考えておりますが、当然学校の人事権等は市教委にはございません。県教委です。そして県教委等で通して国にそういった補助予算等を求める後押しを県はやってくれるはずです。しかしながら今の現状、伊丹市ではまだまだこういったことが進んでないのであれば、私はそれに県に対してスクールソーシャルワーカー等の専門教員の増員、これは発達障害を抱える特別支援の特別支援教育の充実も含まれますが、そういった教員をもっともっと増やすため県として国に予算要望していく、伊丹市がやりたいことを県が後押しし国に予算要望していく、そういった流れを作っていくことこそがやはり県議会として今の教育の向上のために、県議会としてできることではないかと考えているところです。はい、ありがとうございました。最後に、ね、山本様、はい、よろしくお願いいたします。山本でございます。いただいている、お題のと言いますか、この文章の中にトライアルウィークの実施、それから兵庫県版道徳教育副読本の導入ということで具体的な事業名が挙げられておりますので、トライアルウィークについて少し触れながら、私の考えを述べたいと思います。トライアルウィークはもうすでに私の子供も2人おりますけども、中学生の頃に大変お世話になりました。いろいろな体験をしながら子供なりに感じることがあって、そして成長していくということを私自身も親として目の当たりにするように目の当たりにしてきたわけですけれども、この授業トライアルウィークというのはどうして始まったのかということを考えますと、神戸で起きた連続小学生殺傷事件がこの授業の始まったスタートしたきっかけでございます。今トライアルウィークというと多くの方が日本で全国で先駆けて実施した体験、社会体験あるいは就業体験の教育というふうに取られることが多いんですけども、トライアルウィークはこれは心の教育としてスタートした事業です。そして私自身もこのトライアルウィークを今一度本当の姿見直す必要があるんじゃないか、こういうことはたびたび県教委の方にも申し上げてまいりました。心をいかに育てるか、子どもの心を豊かにするためにはどうすればいいんだろうということをもっとみんなで一緒に考えようということを申し上げてまいりました。そして私自身も前職で実際に関わってきたことですけども、一つは地域にはたくさんの中小企業や事業所がたくさんあります。そしてそこを経営されている方や働いている方がたくさんおられるわけです。子どもたちが自分の親や先生以外の人たちとどれだけたくさん関わることができるか、出会って話をすることができるかということは、子どもの社会性を育てる、心を育てるという意味で大変大きな意味合いを持っているというふうに考えています。私が自分自身実行してきたこととして、私がいたのは高校でしたけども、高校生のグループ、そして、事業者のグループ、一緒にこう討論を、ディスカッションをするというような活動をしていました。学校の先生にもちょっと話しにくい、親にもちょっと話しにくい、でも今の働くってどういうこと、家族を思うってどういうこと、そういうことを今まで出会ったことない大人が子どもたちに語りかけると、僕には夢がないとかどうしたらいいのかわからないというふうに心を開いてくる子どもたちが確かにいました。私はこれからの教育の中でお勉強ができるとか一生懸命お勉強を教える、そして環境を整えていく、これも大変重要なことではあるけれども、もう一つ心を育てることへの社会との接点を作っていくこと、そしてその中に地域の方や地域の事業所の方が
もっといっぱい関わっていく場面を作っていくことがとても大事なのではないかと思っています。そしてもう一つ、この私が思っている社会性を育てるということについてのもう一つの観点は、地域の、子どもたちが大きくなったときにどこで働くかということです。多くの人たちは兵庫県内や大阪や少し離れたところで働く方もいるけれども、地域の中小企業や事業所で働く子どもたちもたくさんおります。成長して働くときに企業の方として採用する子どもたちは、成長した子どもたちが社会性を豊かに持っていて、そしてコミュニケーションが取れる豊かな子ども、心を持っている、そういう子どもたちを迎え入れたいと思うのは経営者の側としては心に思うことではないかと思います。それであれば地域の教育に対してそういう方々がもっと接点を持つ、そういう機会を増やしていってもいいのではないか。まだなかなか事業としては教育といいますと学習をする、そして教室の中で行われることというふうに考えられがちなんですけども、それとは違う社会との接点というところで新しい提案をしていきたいというふうにしてきましたし、これからもしていきたい、そのように思っています。はい、ありがとうございました。それでは先ほど同様ですね、一問一答の討論をしてまいりたいというふうに思います。先ほど同様の時間各1分で、よろしくお願いしたいと思います。それではご質問のある方、挙手をお願いしたいと思います。冒頭にどなたに質問かを言っていただいてから、質問の方を入らせていただきたいと思います。はい、それでは山本様、よろしくお願いいたします。それでは畠山様の方に、お伺いをしたいと思いますが、確かに例えば私学女性のお話が出てまいりました。それから、高校が語学になったということで交通費の問題のお話もございました。この辺りの話については県の方でも大変な議論になりました。家計の圧迫、そして学ぶことを諦めてしまうような子どもを産んではいけないということで、どのように対応するのかということ、大変議論がされたところではあります。私自身は私学助成が減額になっているんですが、これは県の厳しい財政状況、それから近隣府県の対応を見ると、兵庫県としてはギリギリのところで相当頑張ったというふうに、見ておりますが、この減額をした分を、元に戻す、その財源についてはどのようにお考えでしょうか。はい、畠山様、よろしくお願いいたします。資格助成についてはですね、やはりこの所得が低い中での元に戻していく、大事なことだと思います。私は兵庫県政のことでですね、冒頭お話もさせていただきましたけれども、やはり大企業優遇の県政、大型公共事業に偏った県政になっていると思います。で、確かにこれ震災の関係もあるんですけれども、それだけではありません。高速道路も全国の2番目の長さになっておりますしね、大型公共事業をどんどんやっぱり進めていっているわけです。で、ご承知だと思いますけれども、西宮に800億円の2キロで高速道路を作るということで、これ検討局もそんなに効果がないように言うてるんですけどね、やっぱりやる言うてるんです。で、そこをやっぱり改めないと私は財源は出てこないと思うんですね。だから考え方を変えていく、財源は生み出されてくると思うんです。だからやっぱり、はい、申し訳ございません、終了させていただきます。それでは今答弁いたしました山本様、財源につきまして、ハード整備の部分については、現在のところは国の大きな補正予算、今回もそうでしたけれども、この枠組みを使いながらという部分も多分にございます。そうなってきますと、私学助成あるいは教育にかかるお金というところは出てくるところが異なってまいりますので、この点に関してはその地方議会あるいは市県、そういう地方議会が一丸となって取り組む必要があるのではないか、これは国の大きな枠組みを変えていく必要がある、そこの部分を変えないと県の中で予算を動かす必
すればなんとかなるというふうにはなかなか私自身は考えておりませんが、一つの大きな問題として国への働きかけをどれだけ力強くできるかということが大きな課題であるというふうに感じております。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、の質問に参りたいと思います。どなたかご質問ございますか。はい、それでは田中様1分間で、よろしくお願いいたします。では、畠山候補にすいません連続でお伺いさせていただきます。少人数学級、これは大切なことかと思います。一人一人の先生方、私も先ほど申し上げた、もう見るのは確かに限界である時期やってきているのではないかなと。そういった中で全ての学年で35人学級というのも一定話は理解できるところです。ただ先ほどありました通り、兵庫県は将来負担比率等を考えた時に早期再建段階に陥る可能性があるという財源構成の中では、財源の中ではこういったことは県以上に国に求め、そして国が47都道府県一括してそういう35人学級というものをもっと実現させていく方針の方が日本という国全体を見たときに望ましいのではないかと考えるところですが、いかがでしょうか。はい、畠山様よろしくお願いいたします。もともとこの35人学級というのは国の方でね随時進めていくでやってたんですけれども、2011年でしたから、その段階でちょっとストップしてしまって、毎年ずっと進めていく言ってたんです。国がストップしてしまって、で1ヶ月ぐらい前ですけどね、これ国会の話ですけれども、この件に行きまして日本共産党が質問しまして、安倍総理もですねこの35人学級については進めていく方向で考えていく言うてくれはりました。それはそれで私たちは本来国がやることなんです。県がそれ上乗せしてるんです。で兵庫県はまだ小学校4年生ですからね、他府県よりも頑張ってるんです。で本来は国がやっていかないかと。でそれはきちっと安倍総理今回言うてくれはりましたから、これは共産党だけじゃなくてみんなでやっぱり国に対してねやっていこうと運動していったらいいと思うんですけど。はい、旦那様、よろしくお願いします。もうまさに今畠山候補おっしゃっていただいた通りだと思います。国に求めるべき、そしてこれ実は伊丹市議会でも35人学級の実現を県に求める請願何度も上がっておりますが、実は私も自民党伊丹支部推薦といただいて、これは請願に反対をしております。で保守系の多くの議員も反対しており、毎回否決されている現状で、よく批判をされるんですが、これは決して我々は35人学級の実現を反対しているわけではなくて、べき論として国がやると言っていたからこそ国が進めていくべきだということで、これは否決しているわけであって、当然県ではなくてこれを国に求める請願が出たら我々は賛成しているところでありますので、今安倍総理がそのような発言をしていたことをどんどん推進していただいて、この35人学級を兵庫県、いや国で全体的に実現できていければなと私は考えております。はい、ありがとうございました。はい、続いての質問に参りたいと思います。畠山さん、はい、よろしくお願いいたします。山本先生の方で、私この35人学級でないんでだけじゃないんですけどね、保育のことやら教育のこと全部そうなんですけれども、日本という国はね、この教育やるとか保育とかお金の問題、費用が何分かかるかで考えるんですね。でこれフランスね、少子化止めて子供さん増えていってるんです。出生率増えていってるんです。で日本も減っていってます。で考え方がね、向こうは保育とか教育とかいうのを投資として考える、将来にわたってお金儲ける投資しちゃいますと、子供が日本の将来を支えてもらわなあかんわけやから、その将来に対してのそのものに対しての投資といって考えるんですね。日本の場合、何ぼお金がかかるかという、こう費用で考えてしまう。私、その考え方をね、やっぱりこう変えていかないとですね、はい。はい、立ってしまいました。申し訳ございません。はい、こちらの質問、大臣、山本様、よろしくお願いいたします。答えるはいでよろしくお願いいたします。
フランスの考え方というのは保育や教育について投資として捉えている、あるいは働くことなんかもそうなんですけども、失業ということの考え方、捉え方ということも日本と大きく違います。でそのことがそのフランスも元々は割と日本に近いような女の人が外で働かないような国だったのが、どんどん外で働くようになって子どもを出生率がどんどん上がってきているという国なんですけども、教育保育を通して考えるということについては全くの同感でございます。だからこそ高校の授業料の無償化というのは一つの投資という考え方のもとで子どもの学習の機会を確保すると、そういう政策であろうというふうに考えておりますので、投資として考えるというその発想については同感でございます。はい、ありがとうございます。畑山様、ございますでしょうか。よろしくお願いします。いや今お話しいただきまして、私もその通りと思いますので、私はこれ教育と行動だけは上がってるんですけれども、日本の少子化っていうのはもっと大きな問題なんですね。だから出産や保育や教育やっていうのは大事にしないと、この日本 その少子化止まらないと思うんで、教育だけじゃなくてそういう大きな枠組みでですね、考えていくことが大事かなと思っております。すいません。はい、ありがとうございました。次の質問に参りたいと思います。はい、次の質問何かございます。はい、中田様よろしくお願いします。ぜひ山本議員に教えていただければと思っております。先ほどおっしゃっていただいた教育への提言、まさに方針私も賛同するところでございまして、もっと社会性そして地域への愛着、これを沸かせるために中小企業、企業の方々、そういったところにトライアルウィーク、もしくは別の形でも、入っていくということが一つ必要かなと考えるところでありますが、なかなかその地域の魅力を感じる、そして企業の魅力を感じるということを忙しい児童生徒が実感する施策というのはなかなか難しいところがあると思います。ぜひその具体的にどうすればそういった方針を児童生徒一人一人が持てるのか、何かもしアイデアがあれば教えていただければと思います。はい、山様、一言お願いいたします。これは私たちが提案をしてきていることでもありますし、実際に自分がやってきたことですけれども、どこでも、受け入れてもらおうと、もう働きかけをすることは大変大切なんですけれども、私自身が実際にやってきたこととしては、その子どもたちと話をするときに事前に何回も子どもの心理状況はどういう状況になっているのかということを研修を受けて、そして子どもたちとの対話に臨みました。今子どもたちがこの成長段階でどの段階にいるのかということを、お互いみんなが話す人たちが分かっていることで子どもの心をつかむ、そして、人のお役立ち、人のために働くことはどういうことなのか、それは社会性ということだけではなくて結果的に、生き抜く力を育てるということになるというふうに思ってますし、実際に自分がやってきて、これは確かに子どもの生き抜く力につながるというふうに思ってます。心で感じてもらうと、おじさんに、あのおばさんにああいう声をかけてもらったっていうのは忘れられないことだと思います。はい、ありがとうございます。それでは、中田様、最後ご意見よろしくお願いします。そうです、地域性や企業の魅力を感じる、これは難しいことかと思います。特に企業の魅力と、私も前職で企業の採用等をやっていた人間でございまして、40、50社ぐらいの企業を3ヶ月で見るわけですが、分かりません、正直。企業の魅力をパッと見ても一番分かる方法というのはやはり1週間入り込んで社長のカバン持ちをしたり、その働いている方のそばでずっと付きっきりで見ることによって、あ、この企業の仕事こういう魅力があるんだとか、この社長はこういうところが熱い思いがあるんだ、初めてそういうことが分かると。やはりその児童生徒の持っている時間内でそれを得るというのがこう難しいということ、これどうすればいいのか、例えば夏休みを生かすとか春休みを生かすとか、大学生であればそういうことをやりやすいのかもしれませんが、もう少しその休みの使い方や教育への時間の使い方、これが課題になってくるのかなと感じるところです。具体的な答えは私は持ち合わせませんが、夢だけはこう広げていきたいなと感じております。はい、ありがとうございます。それでは続いて、ご質問、ございますでしょうか。はい、山本様、誰に質問されますか。はい、永田さんですね、よろしくお願いいたします。はい、
先ほどスクールソーシャルワーカーのお話が出てまいりました。先生が先生方が子どもと向き合う時間というのが非常に今難しいというのは学校現場では本当に大変な状況になっております。そして専門の教員の方々がたくさん入っていたり、あるいは場合がたくさんつくというのは、おそらくそれが最高の状態だというふうに思っていますし、そのように進めるべきだということで、スクールのソーシャルワーカーを増やそうということは私自身もずっと提案をしてまいりましたが、やはり壁になってくるのは厳しい中での、先ほどと同じ話になってまいりますけれども、財源の問題になってきます。県は単独で県の教育事務所の方に5人のソーシャルワーカーを置いていますが、それだけでは足りないということで、もっと増やしてほしいということを言ってまいりました。具体的にですね、この人を増やすということで、どのように財源を考えることができるだろうというふうにお考えでしょうか。はい、皆様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これは国のスクールソーシャルワーカー活用事業というのがございまして、これの事業を生かして市に財源を引っ張ってくる、私はこの一つに尽きるかと思います。そして当然市からの要望もあるのですが、その市の要望を国が受け入れるには、やはり県の広報支援というのが不可欠です。でその県の広報支援というものをもっとやっていただければなと思っているところで、当然兵庫県さんも考えていただいているところかと思いますが、よりよくやってほしい。実はこれ伊丹市 の、 平成27年度県政要望にも項目として上がっておりまして、常にそういったこと県にももっともっと頑張ってほしいなというのを市としても声を上げているところです。多分伊丹市だけでなくて各地域声を上げているところかと思いますので、県動いてくださると思いますが、県議会としてももっともっと声を上げていく必要があるのかなと。国の財源を生かしていく、これが回答になるのかと考えております。はい、野さんお願いいたします。私もスクールソーシャルワーカーについては同感でございますが、兵庫県というのが大変広い地域で、五穀の恵みで、こう成長してきただけに、日本の縮図と言われるような場所でございます。いろんな地域があって、なかなか、全ての地域に行き渡らせると、国の財源を全ての地域で手当てをしていくというのが難しい現状の中で、地域の中で、眠っている、その財産といいますか、マンパワー の、 その力をいかに引き出してくるかということも合わせて考えていく必要があるのかな、そういうふうに感じております。はい、ありがとうございます。それでは、次の質問、ございます方、挙手をお願いいたします。はい、はい、高田様、はい、誰にお願いをしてみましょう。畠山候補に伺わせていただければと思います。はい、県は副読本を作って、道徳の、教育と推進していくという中で、道徳教育の強化化ということについては、やはり安倍政権も今進めていて、私も賛成するところでございます。一方でやはり道徳の強化化ということについては、なかなか疑問視されるところもある中で、その畠山候補としてのお考えの部分お聞かせいただければなと思っております。はい、それでは畠山様、1分でよろしくお願いいたします。私もそうなんですが、日本共産党1970年代から道徳をきちっと学習してですね、どういうふうなその規律がいいのかということを学校生活で、ね、話し合いするということは提唱しております。共産党道徳を否定するとはそんなことで全然違いますので、ね、それはそれで言うてるんです。でそれはやはりね、その基準の問題なんですけれども、これは日本国憲法に基づいて、みんなが民主的に話し合って道徳の教科とかのその中身を話し合うべきだというふうに考えております。だから上の方からですね、これがこの考え方が正しいんだということで決めつけてやるというのはね、これはやっぱり僕はうまくいかないと思います。で憲法の中にも思想信条の自由というのがありますからね、これは子どもさんでもありますのでね、そういうところをみんなで話し合って決めていくということが大事なことだと思います。決して否定はしておりません。はい、では中田さん、はい、はい、よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは別の質問ございます方。はい、山本様、よろしくお願いします。中田さんの方にお伺いをしたいと思います。ICT を教育に活用していくということについて、私も大変関心があります。
いろんな使い方、可能性というものが広がってくると思っているんですけれども、ICT をどのように活用する、それがどういう教育の中でどのように生きてくるというふうにお考えになるか、もう少し具体的にお聞かせいただきたいと思っています。ありがとうございます。もう ICT 環境を整えるこれのメリットというのは、やはり分かりやすく理解が進む、その一言に尽きるかと思います。当然 PC 関係、そういう ICT 環境を整えることによって、そういう機器に触れる、そういったことで子どもたちの IT リテラシーを向上させるということにもつながるかと思いますが、私はそれ以上に、やはり今まで黒板中心で文字で書いて動画で見れば一目で分かるようなことを口で説明し、黒板で一つ一つ書きといういわゆる少し時間がかかってしまうまどろっこしいことをするのではなく、やはり一目で分かるような授業を推進して、子どもの理解度を上げ、そして学力の向上につながるといったこと、これこそがまさに ICT 環境の整備一番のメリットではないかなと考えているところです。はい、山本様。私はどうしてもこう社会的に弱い立場の視点に立ってしまいますので、というか立っておりますので、この ICT の活用というのは、例えば発達障害であるとか障害を持っているお子さんたちの学習のサポート、あるいは障害を持っている方々、それから日本語が難しいような、子どもさんたちの学習のサポートにも、使っていく可能性があるのではないか、広がるのではないかというふうに考えています。残念ながらその発達障害の、子どもさんたちの学習支援に大きな効果があることが分かっているんですけども、これなかなかこういう部分を ICT の活用の中に項目として入ってきてなくて、お金がつかないというような状況がございますので、こういうことも含めてICT の充実ということを広範囲に見ていきたい、こういうふうに考えているところでございます。はい、ありがとうございました。はい、どんどん参りたいと思いますが、ご質問ございますか。はい、畠山様、よろしくお願いします。中田先生、いじめ問題でですね、もう大変なことになって、これ、皆さん頭の痛いことだと思うんですけれども、日本の教育というのは、国連機関からも指摘されてますけれども、過度な教育、競争ですね、これが非常に激しいと。これを緩和するというかね、なくすまではいけなくてもですね、もうちょっと整然としていくというか、それこそずっと言われてるんですけど、しかし日本の教育っていうのは競争主義ですね、これがもう激しい、それが一つのストレスになってる面もあるんですけどね、その辺のところで中田先生としてこの競争主義というかいじめというかどのような考えかなと思って聞きたいなと思っております。はい、永田さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょうど私が生まれるか生まれないかの頃だったと思いますが、過度な競争があって落ちこぼれというのがこう言葉流行語になるぐらいこう発生して、競争主義過度でいいのかどうかというのが一時問題になったことがあったかと思います。で、一旦それを問題視しなくなってゆとり教育と推進した結果、またこれでも問題が生まれ、一定の学力向上を目指したまた競争というものが一定見直される時期に来ているのかな、そのような歴史的経緯を私は感じているところでありますが、本当に競争、それがいじめと直結しているのか、確かに一部そういったところもあると思います。しかしながら一方でやはり家庭環境や地域との環境、そういったことで子どもの精神性格というのを育まれるところ、私自身も二児の父として感じるところであります。やはり過度な競争というもの一つを問題視するのではなくて、地域やそして家庭環境総合的に見て、本当にいじめ問題が発生する原因は何か、多角的に考えるところが必要かなと感じているところです。はい、畠山さん、よろしくお願いします。確かに競争だけじゃなくて家庭環境もあるし社会情勢もあるし、いろんな面からやっぱりこのいじめ問題考えていかなきゃいけないかなと私は思っております。なかなか根が深いものがあって、皆さん頭が痛いことだと思うんですけれども、なんとかいい方向に、ね、向かっていったらと思っております。
はい、ありがとうございます。それではこの教育について次が最後の質問とさせていただきますが、どなたかございますでしょうか。はい、中田様お願いいたします。これ山本県議のお考えをお聞かせいただきたいなと考えているところでございます。土曜授業です。伊丹市は土曜学習等について、積極的に導入し、試験的に、各学校区で土曜授業、土曜学習というのを導入して、まあまあうまくいきましたので、特に、道中を中心にして、で全校区でやるということが今では進められているところでありますが、やはり土曜日も授業をもっともっとやっていって、子どもたちが学習する時間ということを積極的に増やす。それも勉強ではございません。地域的な。そして、もっともっと人生に必要な学習をこれしていくべきかと私は考えますが、山本県議としてどういうふうに考えられるのかお聞かせいただきたいと思います。はい、山本様お願いいたします。当中の取り組みというのは大変全国的な注目をされておりました。そして私自身も実はこの当中の土曜授業のゲストスピーカーとして、招かれましたという人権擁護委員をしていたときにみんなで、土曜授業の方に伺いまして一緒に授業をしてまいりました。でその中で学校の教室とは違う、例えば学校の教室だったらこの子とこの子は絶対話さないグループなのに、土曜授業に行くとその子たちが一緒に話をしながらこれどう思うというような会話をしている。そして、その時に、指導している先生方というのはその土曜日の途中で学びをして友達と輪を作った子どもたちが大学生になり、そして時の恩をもう一回自分たちの後輩に戻そうということで、自分たちで教材を作って取り組みを進めているという、そういうことに私も参加をしてきました。大いにこれを進めていったらいいと思います。ただお金の問題、財源で非常に苦労されておりましたので、そこをしっかりとサポートしていく必要があると思います。はい、ありがとうございました。中田様、はい、もう現職県議の先生が進めていただくという強い意思を発信していただきましたので安心したところです。ぜひともこういうの私も南小校区でやらせていただいておりますが、非常に有意義なものだと感じております。むしろ全生徒が参加してほしいななんていうことはもちろん自主的でありますが、それぐらい思っておりますが、当然財源のことと考えていかなくてはならないと思います。ボランティアでもねやりたいという方、地域に貢献したいという方たくさんいるんではないかなと考えるところです。そういったこともどんどん発信していって、もっとこういった土曜授業、これ財源なくてもボランティアで私はできる部分あると思っているんでですね、そういったこともどんどん発信していければなと考えるところです。はい、ありがとうございました。以上でね、防災減災対策、また教育について、各候補者の政策の思いをお聞かせいただきました。防災減災に対しましてはですね、お三方のご意見、共通する部分も多く、それほど大きな考えの中で隔たりがなかったような気はいたしますが、やはり教育については非常に、幅も広くございますし、注目されているところもございますので、非常に、白熱した討論がなされたのではないかなというふうに、感じた次第でございます。はい、それでは次に参りたいと思います。各立候補予定者の皆様に、5分間で本日の討論会の振り返り、まとめですね、そして、近海、改革への決意を合わせて、お聞かせ願いたいというふうに思います。それでは戻りまして中田さんからよろしくお願いいたします。総評ということで皆さんまずは本日このようなご清聴いただきまして誠にありがとうございました。私自身いろいろとこういったことを議論をさせていただく中で、やはり自分自身32歳でということでまだまだ知識も経験も足りていない中でこういった場で立たせていただいているなと感じるところです。やはり現職の先生方、そして私よりも人生経験の深い先輩、そういったご意見を聞かせていただく中で、そういう考えがあるんだなですとか、ここの部分勉強不足でもっとやらなければですとか、地域の方々にもっと貢献できるサービスというものを今すぐ調べたいなと思うところをメモしていたら多数出てまいりました。そういったものを踏まえてもまだまだ自分が未熟者だと感じるところでございます。ただ一点思いますのは、やはり
こういったところを一生懸命頑張って勉強していきたいなという意欲、これ私は実は初めはガチガチに緊張していたものではございますが、話していく中で非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。そしてそういったことをどんどん吸収していって、こういう場を踏まえる中でまだまだ自分はレベルアップができるのではないかなと考えるところです。個人的には今回の県会に臨む決意、そういったところにつきましては私は無所属という立場でございます。なぜなら、公認等につきましてはまたまた別の形になっているからです。しかしながら、地域の方々そして支部の方々からは推薦をいただきまして、自由民主党という看板を背負い今回県議選に臨むことになります。そういったことを私自身も誇りに思いまして、何としてもこういったところを皆さんに伝えていかなくてはならないなと考えるところです。自分自身一番考えるのは医療福祉サービス、こちらです。ですので今回のお話しさせていただく中でもっと医療とか福祉の話、お伝えさせていただきたいところではございました。そしてこの痛みの町づくり、そして地域の町づくり、私は痛みだけが子育てに優しい町づくりと訴えかけても痛み市だけが良くなるでは意味がないと思っています。やはり都市間競争とは言われるんですが、痛み市と宝塚市の競争、痛み市と川西の競争というのではなく、やはり阪神間や兵庫県といった広い地域でものを見ていかないと本当の意味での都市間競争にはなり得ない。そういう中でやはり今一番阪神間でポイントになってまいりますのは子育てに優しい街づくり、その中で一番ポイントになってくるのは安全安心の街であり、医療福祉こういったものが充実している、これが一貫してつながっていると自分の中でストンと押しているところでありますので、これを一貫して訴えかけ続けて、ぜひ県に対してもっともっと申し伝えられることがあるのではないかと提言させていただければと思っております。もっともっと国県市連携が取れると思います。国も大串正樹衆議院議員が非常に日々頑張ってくださっているところです。そういった報告と私も当然土日しかなかなか会う機会はございませんが、目を見て話をさせていただいているところであります。自分自身も県議という立場になれば、大串代議士の立場、そして県議としての立場、そしてそれを市議支部の推薦をいただいた先生方に還元をし、そして藤原市長とも連携を取ることによって、もっとこの痛みの町です、そしてこの兵庫県がですね、発展していくことは私は可能だと思います。だからこそ国県市の連携、これを円滑に取るためにも今回は絶対に負けられない戦いをやっているんだなと、そういうような自負を私は持っておりまして、いろんな方々が応援してくるにつれて、いただくにつれて、もう使命感のようなものを持って今挑ませていただいているところです。まだまだ未熟者ではございますが、ぜひとも皆さんもっとこき使っていただいてですね、もっとこういうことを勉強しろ、もっとお前できるだろう、そういうことを日々知った激励、メールアドレスも、そして呼び出していただければ、今忙しいですが、終わった後は少し時間できるかと思いますので、呼び出していただきながら、もっともっとレベルアップを、中田信也もっともっと成長させる皆さんの手助けをしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。会場からのお言葉はすいません。出してよろしくお願いいたします。はい、続きまして、山本様、お願いいたします。まずは冒頭に長時間、お話を聞いてくださった参加者の皆様、そしてこういう場を設けてくださいます福知事の、皆様、本当にありがとうございました。大変有意義な時間を過ごさせていただいたと思って心より感謝を申し上げます。最後に一言ということでございますので、本日の振り返りも含めて、お話をさせていただきたいと思いますが、この候補予定者ということで3人が集まって2つのテーマをいただいて、いろんな角度から話をできたということは、私も中田さんと同じで非常に楽しい、緊張していたんですけども大変楽しい時間を過ごさせていただきました。そして自分の考えとあとの二方の考えでどこが一緒で何が違うのかということが自分の中で整理ができましたし、自分が目指すべき道という描いているものというものが改めて自分で再確認をした、そのようなふうに感じております。特に教育のことに関しては非常にたくさんの話をすることができました。この中で思ったのは、やはり私としては社会的に少
少し弱い立場にある人や支援が必要な人たち、この人たちに手を差し伸べながら、いろんな人たちがいるということを共に手をつなぎながら、どうやって地域の中で暮らしていき、地域を作っていくことができるのかということを常に念頭に置きながらやっていきたいというふうに、やはり強く思ったところです。そして、先ほどからその所属の話が出ておりますが、私自身は民主党を背負って県会の選挙に臨んでまいります。ただ議会の中でもそうなんですけれども、私はこう違うだろうと思ったことは違うだろうと言ってしまいます。党の中でも、それは違うんじゃないかというふうに思いますと、東京まで行って違うって言ってしまいますし、議会の中、それと会派の中でも違うだろうと思ったら、それは違う、私の意見はそれには従えないというようなことをこう言ってしまいますので、怒られてしまうこともたくさんあるんですけども、やはりその大きな意見や上からの流れに、自分の意見を引っ込めることなく、自分の地元はこうだよと、私の考え方はこうだよ、それに賛同してくれる人もいるんだよということを自分の意見として、皆さんの意見を代弁するものとしてはっきりと言える議員である必要があるというふうに改めて強くそのように思っています。そして県議会は皆さんももうご存知の通り、政務活動費の問題で大変なお騒がせをいたしました。議会改革に取り組んできましたけども、同じ仕事をしてきた議員仲間として本当に残念だし恥ずかしいし、この失った信用をどうやって取り戻していくのか、このことについてはもう仕事で返すしかないというふうに思っています。また次の任期をいただくことができたとなれば、一つは議員提案で条例を作っていく、でこの条例を作っていくのは地域のための、地域の皆さんが、活躍をしていただく、そのための条例を議員提案で全会一致を持って作っていく、このように進めていきたい。もうその準備は着々と進めてまいりました。この次の議席をいただいたらそれを実現させていく、そのための仕事をしていきたいというふうに思っています。最後に本当に長い時間たくさんの話を聞いてくださった皆さんに心からもう一度感謝を申し上げて、最後の挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、続きまして畠山様、よろしくお願いいたします。本日はお招きいただきましてありがとうございました。大変勉強になりました。参加させていただいてよかったと思っております。最後に一言ご挨拶申し上げます。私は、政治姿勢についてですね、私の一言お話させていただきます。日本共産党は1990年に創立されて、今年で92年になるんですけど、戦前は命をかけて戦争に反対してですね、頑張ってきました。戦後はずっと憲法9条を守って平和を追求をしてきました。国民の皆さんの苦難の軽減のために奮闘してまいりました。私はこういう姿勢で今回兵庫県政についても臨んでいきたいと思っております。冒頭申し上げましたが、今の政治情勢ですけれども非常に危険なものがあると思っております。安倍政権の昨年の集団的自衛権行使容認の閣議決定、これ、安保法制の法案が出てきます。それは、安倍総理はですね、この国会を延長してでも通すと言っています。このままでは日本が戦争する国になってしまう、非常に危険なことだと思っております。日本共産党は憲法9条を守って平和を守っていきます。外国との紛争は努力ではなく粘り強い話し合いで解決していくべきものであります。それと日本共産党はこれまでにもお金にきれいな政治を追求をしてまいりました。政党助成金ができて20年になりますが、この20年間日本共産党は政党助成金1円ももらっておりません。そしてまた企業団体現金も1円ももらっておりません。ずっと日本共産党はきれいなお金にきれいな政治を追求していっています。そうは言ってもこれ大変なことなんですね。国民の皆さんと真正面から向き合い、いろんな話し合って、そして党の運営を支えてもらう、そういうことでやっています。政治を腐敗させている、政党助成金、企業団体献金、これやっぱり禁止すべきと思います。県議会の改革の件では政務活用の件で、
この県会議員選挙の投票率が低くなってしまうに違うか、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃいます。非常に残念だなと思います。政務活用をはじめお金の問題で有権者の方に納得をしてもらえるような透明な 県議会県政を作っていくべきと考えております。そして県議会では議員がもっと活発に発言をし、県政について討議をしていくべきと思います。4年間で、兵庫県の県会議員の発言回数、常任委員会ですけれども1人平均大体81回です。でこれは、日本共産党は1人平均323回で県議会の発言をリードしております。1位から5位は日本共産党の5人の県会議員なわけです。発言、それにしても非常に勉強もしなければならない大変な思いで発言はしております。そういうふうにして改革していくべきかなと私は思います。先ほどは冒頭でも話させていただきましたが、私の考えとしましては、兵庫県政は今大企業優遇の県政になっており、私たちの暮らしや福祉や教育は行政改革と称しましてどんどん切り捨てられていっています。無駄な大型開発はやめて、私たちの暮らしや福祉や教育を良くしていく視点から物事を見ていけば、財源は十分に見つけていくことができると思います。そうすれば県民の皆さんの生活が良くなっていきます。そして私は最後に、日本国憲法を地方政治に生かしていくべきと思います。この兵庫県政におきましても、憲法を暮らしに生かしていくこと、憲法をもっと兵庫県政に、中でどう考えていくのか、どう具体化をしていくのか、そのことが大事と思っております。憲法を兵庫県政に生かしていく、そのことを念頭において私は政治活動をやっていきたいと思っております。本日は長時間にわたりましてどうもありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。はい、ありがとうございました。本日の討論会は以上となります。皆様、立候補予定者の皆様に今一度盛大な拍手をよろしくお願いします。本日真摯にこの討論会に臨んできまして、誠にありがとうございます。明日冒頭にもお話しさせていただきましたように、告示ということでいよいよ選挙戦が始まるわけでございますけども、季節がですね、過ごしやすくなったとはいえですね、お体には十分ご留意していただきましてですね、ご自身の政策をしっかりと、訴えていただきまして、頑張っていただきたいというふうに思っております。また会場にお越しの皆様におかれましてもですね、運営にご協力いただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。先ほどですね、たびたび申し上げさせていただいているわけでございますが、いわゆる人気投票であったりですね、地盤、看板、カバンといわゆる三番選挙ではなくてですね、政策本位の政治選択、これを実現するために、お三方の討論を生の声で聞いていただきました。先ほどからですね、お三方の討論の中でですね、やはり地方創生というのは共通して出てきたかと思いますけども、今国民市民、一人一人がですね、真剣にこの国、この地域を、この地域の将来を考え行動しなければならない時代がすでに始まっているように思います。昨今選挙においてもですね、投票率が設定低迷していることは皆さんもご承知の通りでございます。ぜひとも本日この場に来ることがかなわれませんでした友人知人の方をですね、お誘い合わせの上、来たる4月12日の日曜日、多くの有権者の皆様をお誘い合わせの上、投票会場に足を運んでいただきたいなというふうに切にお願い申し上げます。つなぎコーディネートでございましたが、これにて私の任を解かしていただきまして、ワインご主会にご返ししたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは謝辞を一般社団法人伊丹青年会議所幹事玉水浩二より申し上げます。本日は、平日の大変お忙しい中、このように皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
またあの3名の立候補予定者の方にも、本当にあの、ご参加いただきまして誠にありがとうございました。本日の公開討論会、皆様、いかがだったでしょうか。本当に、このような形で、それぞれの方のそれぞれの思い、それぞれの熱意、それぞれの政策が、本当に知ることができたんじゃないかなと思います。そこで一つだけ、皆様にお願いしたいなと思います。本日のことも踏まえてまた、投票に、お一人だけでもいいので、お誘いをいただけないかなと思います。そしてまたそのお一人の方に、お一人、選挙に行こうよというふうに誘っていただけないかなと思います。そのようにしますと、必ず投票率の向上につながり、伊丹市、地域含めたいい街づくりにつながっていくんじゃないかなと思います。結びになりますが、伊丹市民による伊丹市民のための街づくりが行われることを願いますとともに、本日お越しいただきました皆様のご健勝、ご多幸を記念申し上げまして、謝辞とさせていただきます。本日はありがとうございました。それではここで立候補予定者、コーディネーターの方々が退場いたします。皆様、拍手を持ってお巡りください。